はい、こんにちはです。最後のパート4だったっけな、多分。ちょっと待って、確認しなきゃ。間違ってないよな。あれ、ちょっと俺勘違い。あ、4だ。で、最後のパート4いきます。それはなぜ、アーティストなんかし、例えば関東のやつが他の県でも本来見れない、沖縄とか関西とか北海道とか、その関東以外、そうでしょ、見れないやつがなぜ見れるというふうになって、それでその見れた上で喜びを感じている、そういう実際事実があるわけですけど、それはなぜそれがそういうふうになっていたかというと、やっぱりインターネットなんだよ。こんなこと言っちゃなんだけどっていうのは、動画転送をしてテレビの動画をパクって YouTube になる、他のいろんなサイトがあるんだけど、まあ中国人はヨーなんとかくってやつ、ヨークってやつやってんだけど、たりするんだけど、それ転載してね、日本人がヨークに転載する方もあるし、そういうことによって見れない地域でも見れたりして、あーっていうことになって、あ、このアーティストこう活動してんだ、東京でこういう番組で出演してんだとか、そういう事情が分かってしまう。これは素晴らしいこと。48グループで言うと AKB ビンゴがいい例で、 AKB が有名になったのは、いろんな地方のやつがその動画を YouTube で見まくったから全部の回を知ってるわけだし、見れない地域でも見れるわけ。それで面白いな AKB つってどんどん広がっていったんだよ。インターネットの力でもあるんだよ、これ。テレビだけでやったらここまで人気者になれなかった。あと地方に学校に行ったりして、そこから有名になってたのもあるし、まずはインターネットがきっかけでなったんだよ。それで会員になろうとして一気に増えたし、本来見れない番組、地域の人も毎週必ずネットで見たりしてるんだよ。そこは助かってるますねって。中国のヨークってやつで日本の番組見てる、普段テレビ見るやつ見てるっていうやつがいて、まあ日本人なんだけど、そういった意味では中国は助かれてるなっていうふうに言ってたやつもいるし、やっぱインターネットの力があるんだよね。天才は、転送はやっていけないことなんですね、著作権でも。それのおかげでもあるんだよ。転送する人は見せたいと思ってやってるわけ。だからね、自分を自慢してやってるやつもいるけど、そのおやつらのおかげで身よくなってるっていうのもあるね。で、今回インターネットで再生回数が競うって、 YouTube で再生回数が競うっていうことを、関東の番組、大きいっていうな番組、生放送を使って、朝の生放送とか使って言うこと、お知らせすることによって、今度はその見た人がネットをして、スマホとかで見る人が今度スマホでそれを実際見てコメントしたりするし、見てるだけの人もいるし、っていう感じでどんどん輪が広がっていくんですよ。で、それをその内容すらもまたどっかのなんとか申し合ったか、ヨークとか YouTube で三大転送サイトにとかでやっちゃうと、またそこで、まあ韓国のサイトをやってるやつもサイトでも転送されたりしてんだけど、で、そういうふうによって輪が広がっていくんですよ。面白いこの番組っつって、あ、違う、そういうことじゃなくて、まあそれもあるけど、今対決やってるんだっていうのも、その他の都道府県の、関東以外の都道府県も分かるようになるんじゃないですか。これいいなっていうふうになって、だんだん知られてくれて、新たなファンも獲得できる。それはやっぱり動画転送してる人のおかげでもあるんですよ。例えば俺は、テレビで見逃しても、やっぱりインターネットで週刊エグザイルを見れてしまう。何のサイトで見れてるのか教えられないんだけど、まあ答えを言ってるのかどうかわかんないけど、教えません、自分で想像してくださいみたいな。答えは全ての動画を見てる、キーワードを全部聞いてる人はわかると思いますので、答え言ってるやないかいみたいな。
そういうふうによって広がっている。俺だからインターネットはすげえ力あるなと思っております。面白いなと思ってます、インターネット。もっと言うと、自分の実際のこのように俺の姿にして俺を出したいっていうふうに、俺の魂の叫びを聞かせたいですよ。こういうのが一番いいわけ。だからテレビと、テレビの力がインターネットですげえ総力を発揮してれば、でもテレビ局ってアホっすよね。自分のテレビ局でもう全部過去のものを時期ずらして、全部アップすればいいのに、で、自分でだけ利益かけりゃいいのに、ね、YouTube と合体して利益かけちゃいいんだ、アドセンス金釘付けしてやっちゃいいのに、で、他のアカウントであれば容赦なく消すことをすれば最高なのに、自分たちで利益くるのに、視聴率のことばっか考えて、いや、全然関係、自分らと関係ないアカウントがアップロードしたら消しちゃうでしょ。全世界ブロックとかやっちゃったり。すごい冷たいなと思う。自分の利益のことしか考えてない。見せれば利益になるってことが分かっていないんです。そこが悲しいですね。それによってやっぱりアーティストさん苦しめられていると思うんですよ。だって実際 LDH なんて、モバイルでもう金、会員と取って金取ってるし、やっぱり生かされなくなるんですよね。時期すらせばもういいじゃん。いっぱい録画させちゃいいんだよ。いろんなやつ永久保存させてやればいいんですよ。なんかすげえ燃えてきたんですけど。これ俺が何やってかバレてしまうよね。それ以上は言わねえ、口かてえからよ。ってことでさ、ハピネスもそうですけど、フラワーもやっぱり、関する番組とかをやっぱりもっとアップロードするように促せばいいしね。今日はアップロードする日なので、なんかコメントしてくださいね。何でもいいから、そういう風に言ってテレビとは関係ない項目を作って、ファンの人にどうしてもお願いしたいこと、なんか対決に関しての感想でどうしても述べ伝えたいことをどうかいうコメントに載せてくださいって言って、まあ初めての動画見た人に関しての挨拶とか改めてするような、そういう動画をなんかハビネスチャンネルとかあるでしょ、フラワーで作った YouTube アカウントにアップロードすればいいじゃん、定期的に。そういうふうなことをしていってほしいなっていうのは俺は思うんですよね。今の運営じゃ下手くそ運営なんだね。俺すげえ思う。AKB でも満足できてるじゃん。こいつらはもっと満足してないぞ、俺。せっかくね、アップロードしてね、一回自分をさらけ出したアップロードはまだ残ってるけど、そっから期間が経ちすぎてんだよな。期間が経ちすぎてるんですよ。過ぎててダメなんですよね。なんだか過ぎると面白みがなくなってしまうんですよ。あとね、宣伝力で言うとタンブラー .com っていうのはいいですね。皆さんは、俺はタンブラーであるブログをリブログしてるから見れるんですけどね、相手リブログしたやつの記事が中で編集 のところで見れるようになるんですよ。例えば乃木坂のメンバーが藤井秀香とペアでなんか写真撮ってる、これはね出てこないですよね。探すのすごい苦労します。まあ、実際あるんですよ。ちょっと見せますか。これです。これですね。これです。
でしょ。こういう風に見れるんですよ。ちょっと待ってください。こういうのはね、タングラーのドコモを知ってる人が作ったんだろうね。まあこれは裏方だろうね。誰が裏方なのかわかんないけど、普通にすごいんですよね、インターネットって。こういう風にね、平気で出してください。海外のブログです、これは。こういう風にしてね、どんどん自分を出していってね。いやー、ほんとタンブラーの力も本当にね、俺は頼ってますよ。これはまあインターネットよく知ってて、ブログのこともよく知っている俺ぐらいのクラスにならないとちょっとよくわからないと思うんですよね。ちょっとやりすぎると不当削除されるかもしれない。これ本当は出して全部見せたいんだけど、でも怖いんでちょっと見せないんですけどね。ちょっとね、サーチできるってことだ。サーチでいい。サーチにできるんですよ、サーチ。松尾清志 VS 小竹雅人でもあるみたいな書いてあるけど、あ、そっか、時間がなくなってきたら3分半ぐらいだ。ちょっと待って、潰しちゃえばよかったな。くそ、そうか、もう時間ないから最後にさせてもらおうか。いや、俺はね、今後の動きをタンブラーで見ていただ、言っていきたいですね。しょっちゅう写真撮ってるみたいですな。思い出を大切にしていきたいんですよね。本当寂しがり屋なんですよね、お互いが。お互い本当面白いですよ。そう、これは本当、今後のフラワーとハピネスを本当応援しております。まあ、ドリームを。まあ、そうして、やっぱり、まあ、イーガルズを応援していくことを、特にね、女の子好きなんで、そういうところですかね。いろんな形で見れるっていうね。テレビ番組に出演したら動画転送されるのを楽しみにして、まあ、こういうことはあんま言っちゃいけないんだけど、まあ俺の言ってることが気持ち分かってくれる人はファンなんかたくさんいると思ってるんですけどね、どうか共感していただいて、コメントを見ていただけるなら、していただけるなら、していただければ、まあアンチコメントはすぐブロックさせていただきますので、決して、コメントを消してブロックさせていただきますので、よろしくお願いします。では今後も楽しんでいってください。残りのアーティスト人生というか人生すべてを神に感謝して、俺は本物の神、ジーザスクライスト、エブリフォーネ、そしてホーリースピリットに、聖霊様に感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。どうもみんな最後まで聞いていただいてありがとうございます。話したいことはいっぱいあったんですけど、まあ、今回これぐらいにさせていただきます。では、聞いて今まで聞いていただいてありがとうございました。